はい、皆さんこんばんは。株式会社シグマ公式 YouTube チャンネルシグマステーションジャパンがお届けする花金トークライブ、本日も19時から無事スタートしております。皆さんこんばんは。こんばんは。音声、映像ともども大丈夫でしょうか。あ、一番乗り一番崖、池田正幸様こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。お写真も素敵な写真いつも投稿してくださってありがとうございます。すごいですね、一番崖ですね、一番槍。はいいつもありがとうございます。はい、やっと関東、近辺はですね、雨が降ってきてこう梅雨入りした感じなんですけども、例年よりちょっとやっぱりちょっと遅いみたいで、雨は、水不足は大丈夫なんでしょうか。ちょっと心配にはなりますけれどもね、これからしとしとと降る梅雨ならではの写真というのも楽しめると思いますので、ぜひ、土日のお休み前のですね、撮影の前にこういう現像の方法とかですね、番組で見ていただければ楽しんでいただけるのではないかなというふうに思っております。あ、音大丈夫ですかね。ありがとうございます。ゴッサムさんありがとうございます。聞こえてますよというふうにコメントくださってますね。ありがとうございます。はい、今日はですね、SPP 活用講座第3弾ということで、もうここ 2,3 週間ずっと出ずっぱりの桑山さんにですねご登場いただきたいと思います。今日はゲストに桑山さんをお呼びしておりますので、あ、大丈夫ですよ、出て大丈夫お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは皆さん。こんばんは。もう毎週毎週ね、金曜日、引っ張り出されてSPP 講座って久しぶりなんだけどね、なんか久しぶり感があまりないっていうほぼ毎週最近ね出てますからね。で今日はそのまあ今まで SPP でご案内していたのが基本編、メインビュー、メインウィンドウの見方ですとかいろいろ基本編がありまして、一回前回ですね、バージョン 6.8 になったので、それの番外編ということで、パウダーブルーとかデュオトーンとかも使えるようになりましたよみたいな話で盛り上がったんですけども、今回は正規の第3弾という形でご案内していきたいと思います。はい、あ、インナミさんこんばんは。大島明さん、こんばんは。京都も無事に聞こえています。ありがとうございます。頼りにしていますと。頼られてますよ、桑山さん。危ないですね。今日は怖いですね。怖いですね。いや、そんなの知ってるよなんてツッコミが入ったらちょっと怖いんですけど。あ、京都にも無事届いているそうですね。はい。はい、今日の裏方スタッフで、京都出身のスタッフもおりますんで、はい、手を振ってください。はい、見えてないのにちゃんと手を振ってくれるんですね。ありがとうございます。残念ながら皆さんには見えないです、ね。見えてないという。いやいやいや。というわけで、はい、じゃあその SPP、シグマフォトプロというですね、ロー現像処理ソフト、現像処理ソフトのですね、はい、活用講座第3弾をご案内していけばいい、いただきたいなと思います。皆さん準備の方いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。前説とかもう大丈夫ですか。本編入っちゃって大丈夫そうですかね。じゃあ、それぞれカメラをオフにして、はい、はい、今 SPP の画面を出しますね。少々お待ちください。画面共有、シグマフォトプロ、えい、はい、はい、これ皆さんですね、はい、見えてますでしょうか。僕の音声聞こえてますか。大丈夫ですか。はい、大丈夫そうですね。はい、さあ、SPP のね画面、はい、まあ皆さん、必ず見ることになる、メインウィンドウ、まずはこのメインウィンドウですね。はい、はい、これは、桑山さんが用意してくださった写真になります。はい、今回いろいろありますね。 DNG とか、X3I、X3F、はい、もろもろありますね。もろもろあります。ちょっと表示ちょっと変えましょうか。全種類なってますね。なってますね。はい、はい、一応こちらの方で紹介していきます。はい、今日メイン、まあ、1回目にメインウィンドウをお話しして、2回目レビューウィンドウって感じで、まあ、基本編が終わって、はい、まあ、今回は、みんなが知らないかもしれない、はい、知ってても使わない機能についてお話知ってても使わない機能って よくないんじゃないですか、ね。まあ、知ってると非常に便利ですし、うん、まあまあ使う使わないはね人によってですけど、ね、そうですね、はいはい、だからまあ一つでも知らないことが、まあ、発見できればいいのかなということで、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、この画面の中でね、いろんなファイル名があるんですけど、はい、例えば、
名前変えたいなとっていうのも、うんうん、まあ普段だとこれ SPP 閉じちゃって、はい、元のファイルのところで名前変えたりとかしてるとは思うんですけど、うんうん、はい、実は SPP 上でも名前の変更ができます、うんうんうん、でこれですね、まあ、例えば何か変更したい、ファイルがあれば、はい、そこに選んでいただいて、うんうん、右例えば、はい、そうですね、これ見てみると FP003217 とかうん、SDIM1056 とか SDQ、SD クワトロですね、はい、とかいろいろこう名前がねいろいろぐちゃぐちゃってなってますもんね、これらを名前を変えたいっていう場合には右クリックをして、そうですね、名前の変更、はい、これしていただくと今選んだ、これだと FP003217、はい、ね、これを変えましょうということで、はい、これ好きなの変えていただいて大丈夫ですこんな名前にしてるんです。そうですね。はい。ほがらかに。はい。で、はい、まあ、ひらがなでもね、漢字でも入れられますので、これで変えられます。こんなですね。うん、だから、まあ、これぐらいはね、皆さん多分知ってるかなとは、ね。そうですね。まあ、どちらかっていうと、PC の機能がそのまま使え、反映できるっていうイメージですね。はい。で、これ、ただ、今1個ずつ変えたんですけど、はい、例えば、写真展とか何か発表するもの、ここに、うんうん、一気に集めましたってフォルダーで、はい、一個ずつ名前を変えるのはちょっと大変だと思って、うん、はい、その時には、名前の一括変更っていう機能があります、うんうん、これはこの画面で言うとファイル F っていうところを押して、左上のファイル F ですね、はい、はい、これを押していただくと、真ん中ぐらいに名前の一括変更って、ね、はい、ありますね、これをポチッと押していただくと、はい、画面が出ます。はい、文字列 と、数字の方とバラバラで、はい、選ぶことができます。文字列に、うん、まあ、今 FP ってとか SDQ とかですね、はい、ここに当たるところ、これを何らか、まあ、例えば写真展だったり、うん、SPP 講座だったりとかって名前にして、じゃあ仮に個展をするとして2021年個展用と、はい、そういうことですね、はい、であとファイルを、まあ、個展だと、順番ど、まあ、番号を1から10とか決めた方がいいので、うんうん、まあ、ここは0から始まるのもできるし、うんうんうん、1からのもできる、まあ、100番とか1000番でもできます、うんうんうん、なるほど、選ぶと、まあ、イメージが変更後の名前見えますので、はい、まあ、これでよければ OK を押すと、うんうんうん、つらつらつらっと変わる。おお、ここに変わるんですね。はい、はいはいはい。で、これも名前変えちゃったんですけど、はい、後戻りはできないんですよ。なるほど。はい、これ今さっきの SDIM とか、はい、いろいろあったんですけど、はいはいはい、このファイル番号に復元することはできないので、なるほど、マスターではやらない方がいい。うんうんうん、であるフォルダに移したときに、うんうん、まとめてしまうと。じゃあもともとあった例えばあのハードディスクに入れてるところから別のフォルダを作って、例えば個展用っていうフォルダを仮に新規で作って、そこに写真をコピペして写して、うん、で、そうですね、それを名前変えるというのが推奨ですね。はい、まあ、あと、はい、浮かせにやるとこれもう戻せないです、はいはいはい、あ、やっちゃったなっていう感じで見てましたけ ど、はい、まあ、このファイル名変わった状態でやりましょうか。はい、はい、で、この名前の一括変更は、うんうん、名前の一括変更を選ぶまで前に、はい、先ほど出たソート機能ですね、はい、X3F だけなのか DNG だけなのか、うんうんうん、それを選んでから、フィルターかけて、はい、例えば DNG だけとかしちゃうと、これだけですね、はい、ここだけで名前を変えるっていうのができます。じゃあこれを、じゃあそのこの DNG のカットに関しては来年の個展用にしたいなと。そうです、そうです、そんな感じで。おお、ちょっと、で今ピロリンってなりました、もしかして。なりました。あ、大丈夫です。あ、大丈夫。あ、僕のイヤホンだけか、はい、でこうすると、うん、こうするとこうなって2022年個展用と、はい、に切り替わると。相当を戻すと、戻すと全選択にしてこうしてあげると、なるほど、はい、ここだけ2022年と、そういう感じですね、うんうんうん、まあ、これを活用することで、うん、まあ、ファイル整理がしたい、しやすくなるっていうのと、うんうん、あと多分カメラでファイル番号がバラ
バラバラになっているのを、はい、まあ、さっきマスターは辞めてって言ったんですけど、うんうん、まあ、揃えてどんどん保存したい方もいらっしゃるんで、はい、一気に、変えてしまうっていう手はありますね。なるほど、だからそういうので、まあ、これ名前変えちゃうとカメラで戻して見えなくなっちゃうので、うんうん、はい、そこだけは、注意していただき、はい、カメラの方で画像確認をしたい方は、うんうん、名前の変更はされない方がいいですね、はい、うん、まあ、ただ名前こうやって変更できるのはすごく便利なので、うん、ぜひ活用。これはそれこそ写真展とかね、うん、あのファイル整理とかするときに非常に便利な項目ですよね。そうですね、これは活用ですね。結構ね、これは初代 SPP1 から入ってる機能で、うんうんうん、まあ、昔からあって便利に使ってる機能ですね。はい、はい、ぜひこれも活用していただければと思います。はい、チャプター1、名前の一括変更ですね。そうですね。はい、で、この後ですね、結構、はい、皆さんが今のカメラ、はい、初代 SD9 とかは別として、うんうん、撮影するときにロープラス JPEG とかにしてる方が多いのかなって。はい、言わしてます。ちょっとここは皆さん要チェックです、実は僕もさっきリハーサルでこの話を聞いたときに衝撃を受けました。今までの SSD の負担は何やったんやっていうね。そうなんですよね、はい、でこれまあカードが今、まあ、大きい大容量のカードもあるんですけど、はい、まあパッと出かけてカードのメモリの容量が少ないとか、取ってて1枚しかもうカードなくて少なくなった時に、今までロープラス JPEG で今データもでかくなってるので、そうですね、結構圧迫してるんですよね。でそれで、ま、撮影枚数増やすために、はい、まあ、JPEG で撮るっていうよりは DNG だったり XIF だったりとか、ローデータだけでまずは取り急ぎ取ってしまう。そうですね、はい、ではい、それをそのまま家に持ち帰って、うんうん、この SPP からですね、実は、Figma のカメラのローデータには、何枚かサムネイル、まあ、要は、カメラで拡大したりとかいろいろ見るときに使う用のサムネイルとか、はい、この SPP のこれ見てるサムネイルとか、うんうん、用意されてる中に、はい、JPEG ファインの画像も実はこれローデータに格納されてるんですよね、うんうん、なのでそれを SPP から吸い出してしまおうっていう機能なんです、ね、はい、はい、でなのでこれ、はい、ロープラス JPEG で撮影をしている方でなおかつ SPP で現像されてるのがメインの方は、うん、もうこれからはローだけで撮影しても十分なぐらい便利な機能です。そうですね、はい、これも初代から、まあ、まずやってみましょうか。はい、やってみましょう、はい、またこれもファイル F のところ、はい、左上のファイルですね、はい、まあ、今ここに並んでるのは全部ローデータの状態ですね。はい、はい、でこれ出していただいて JPEG データ抽出、はい、JPEG データの抽出、はい、はい、でここポッと押していただくと、うんうん、これ今2種類選べます。あ、まあ、これね、はい、1枚選んだ時は1枚ってあるんですけど、うんうんうん、で今マークしたのがさっき、ね、リハーサルで旗つけちゃったやつ、ね、はい、で全ての画像にしましょうか。全ての画像ですね、はい、でこれで、まあ、全ての画像から JPEG データを抽出しましょう、はい、で下で保存先を、今このままだ と、JPEG このフォルダーの中に全部入ってしまう。ここに入っちゃうわけですね、はい、はい、でここの選択を押していただくと実は新しいフォルダーの作成っていうのが左下にあるので、別フォルダーを作ることが可能、はい、でここの名前を JPEG とかにしていただいて、なんとなんと JPEG、 なんと JPEG、はい、はい、それで OK をしていただくと、ここに入ってるのは今なんと JPEG のフォルダーに入ると。はい、あ、どこ行った、これのこれですね、はい、それで OK をしていただく、はい、でこれでですね、ポチッと押していただく、はい、これだけです。これをするとなんと、はい、これでもうこの時間ですよ、はい、これね100枚、今何枚ありましたっけ、これ1、2、9枚あります、ね、9枚、はい、9枚が多分1秒かかったかかってないですね。でそれでフォルダを見て一回これ閉じて、閉じて一回出しましょう、はい、でそこのプラスを押すとなんと JPEG、 あ、来てる、すごい、
これで JPEG、まあ、これでロープラス JPEG の JPEG ですね、はいはい、これめちゃめちゃ便利ですよ。これめちゃくちゃ便利だからあの SPP 使ってる人に関して言うと、うん、もう僕最近もうこの半年ばっかりがもう実は SPP がメインになっちゃってるんですよ。いいことですね、遅くてもですね全然気にならないぐらいに慣れて怖いなって自分で、うん、思うんですけどSPP 使ってる場合だったらこれロープラス JPEG で撮る意味あんまないっすよね。あまりないですね。ねえ、これで普通に JPEG 化もできちゃうので。そうです。これすごい便利ですよね。あ、これコメント来てます。コメント来てます。なんとってゴッサムさんがなんとって来てますね。ああ、ぜひ。はい。JPEG データの抽出ってそういう意味だったのか。そうですそうです。はい。慣れないって。スピードには慣れない。たくまさん。ファインのサムネイルついてる。なんだって。そうなんですよ。そうです。ローで撮ってもちゃんと JPEG のデータが入ってると。全くね、はい、撮影の時に JPEG ファイン選ぶじゃないですか。はい。それで撮ったのと、寸分たがわず、DNG で入ってるので。これちょっとね、もっと早く教えた方がよかったんですけど、俺ももっと早く知りたかったですよ。1回目の方がよかったのかもしれないですけど、でも1回目に、はい、どうやって使うっていう人に、はい、JPEG データ抽出っていうのは、まあまあまあいきなりは早いですね。早いです。はい。たくまさん、なんと JPEG っていう、はい、反応してくれてます。これね、実は、はい、今 DNG、FP とか使ってる方だと、はい、DNG で撮影するとサムネイルがちゃんと、何撮ってるかこういうふうに見えるんですよね。はい、だけど、XIF 使うと、うん、XIF マークは見えるんですけど、はい、そうなんですね。フォビオンのデータの場合は、うん、サムネイルが出ないんですよね。出ないですよね。はい、で、まあ、撮ったときはなんとなくこれかなってあるんですけど、うんうん、SPP 立ち上げるまで全然分かんないと。うん、はい、で、さらに、半年とか経っちゃうと、でしかも、うん、JPEG 手に入れるために、全部現像しないといけないですもんね。そうものすごい時間かかるので、はいはいはい、とりあえず、当時だと撮影してきて、うん、ハードディスクコピー。うん、そしたら、今みたいに JPEG ってフォルダを作って、うん、JPEG、で出しちゃう、提出しちゃえば、はい、まあ、XIF と JPEG のホルダーで、はあはあ、JPEG さえ見ちゃえば何撮ったかが分かるっていう、まあ、儀式のようにやってたんですよね。なんとなく、ハルさんっていう方からコメント来てますね。ガーンって来てます、はい、本当ですよね。本当ガーンですよね。もっと早く知りたかったですよ、これ。すいません。これはびっくりですね。これ SD9 とかね、SD10 とかの人たちはもう切実なら、はい、JPEG がついてなかったんで、そうなんですよ。切実なるね。はい。最近SIGMA のカメラをお使いになられた方は、こうね、昔のドSな、ドSなデジタルカメラをご存じない方はあれなんですけど、昔はフォビオのローデータでしか撮影ができなかったと。そうですね、JPEG をカメラ内で生成できなかったという時代がありましたので、はい、懐かしいですね、はい、JPEG がついた、ね、機能でファームアップでついた時に JPEG 機能搭載とかなんかね、新製品のニュースのコンテンツの一つに JPEG 撮影可能とかJPEG ついて、ね、話題にする進化するっていうね、すごいですよね。すごかったですね、はい、でも本当そういう時代にもうフォビオンのデータでしか、ね、取れなかった時代っていうのはこの JPEG 化でパッて表示するっていうのは非常にこう、うん、助かる機能っていうか、そうですね、ないと困る機能ですもんね。これがね、30分とかかかるならおすすめしないんですけど、うんうん、今みたいにもう数秒で1秒ですよね、うん、はい、多分1日で撮影したデータの JPEG 抽出も10秒とかで、うんうん、終わっちゃうので、これはびっくりだな。活用していた、まあそうおっしゃっていただけると嬉しいです、ね、いや本当だってね、データもどんどん溜まっていく一方なので、これから俺ローだけで撮りますわ、うん、その方がね、1枚に入る枚数もあるし圧迫もしないし、これはかなりいいかなと。なるほど、ぜひ、はい、ぜひこれはご活用いただければと思います、はい、ローデータプラス JPEG で撮影して SPP を使ってらっしゃる方はこれからローデータで撮影しておけば簡単に JPEG が SPP 上で抽出できます、うん、はい、これでもね、ここでこんなに感動されるともうこっからは、うん、感動しないかも。ちょっとやる方、はい、放送する方がその知り凄みってどうするんですか。はい、いやいや、そんなことないですよ、皆さん、はい、ちゃんと見ててくださいね。これこっからがですね、はい、次ご紹介する機能はおそらく、はい、
誰も使ったことがない、ほう、知ってるけど使わないっていう、はい、印刷機能ですね。印刷機能。印刷機能。これも何回かね、そう、SPP で活用講座やってる時に、実は SPP から印刷するとすごい綺麗なんだよって、桑山さんもう2回ぐらいちゃんとね、毎回の講座のために言ってますもんね。はい。で、これもファイル F の中で、はい、印刷をしていただきます。はい。はい、これがね、ちょっと時間はかかるんですけどね。うん、これは、まあ、レビューウィンドウを開いて、絵を整えて印刷っていうのは、まあ、よくやるんですけど、それ1枚ごととか、はい、でこれの機能としてすごいのは、ローデータ、ここから現像しちゃって、うん、印刷しちゃうので、うん、とっても綺麗なんですよね。一枚一枚そのね、あれしなくても、はい、もうそのローデータで、はい、例えば JPEG 化した状態で見て、うん、あ、これこのままでいいんじゃないみたいな、そんな感じですね、はい、だったらもうプリとしちゃうっていう、はい、でそれとですね、はい、撮ってきた中から、まあ、写真展とかいろいろやるときに一枚選ばなきゃいけないっていうので、うんうん、最初にデータベース作っちゃって、はい、そこから、押しちゃいましたね。押しちゃいました。ごめんなさい。一応ね、一応全ての画像で見せるために、うん、はい、はい、それで、こういうふうに、ね、出します。うんうんうん、でこれはまだ今サムネイルだけ見てるだけなので、うんうん、まだいいんですけど、ここから現像して現像結果をプリントするという感じなので、うんうん、ここの下のロー調整設定っていう真ん中のところね、はい、これをローとかオートとか、これあれと一緒ですね、レビューウィンドウで設定が選べるので、うんうんうん、まあよくやるのは先に、レビューウィンドウで絵面作って G1 とか G2G3 に入れて、うんうん、そこでそれを選んでいただくとそれで現像、ね、なるほど、はい、まあカラーもモノクロームも選べますので、うんうん、ここで選んでいただくで、印刷設定のここがね、はい、いろいろプリントサイズっていうのがあって、うん、今 5×7とかここ見ていただくといっぱい 5×7、はい、4×6、3×5、はい、これはプリントサイズです、はいはい、このプリントサイズはこれインチ表示なので、はいはい、これ不思議なんですよ、この後ろに括弧にその後 A4×210×97mm なのに前はインチです、うん、5×7、なるほど、でそれをサイズでプリントすると2枚括弧2っていうのは何枚選ぶ、うんうん、プリントできるかっていう、2枚ね、 3×5 だと3枚、はい、2×5 だと10枚、 2×3 ですね、あ、3ですね、はい、2×3 ちょっと押してもらいましょうか、はい、はい、ちょっと時間かかるんですけどね、2×3 の1枚2枚3枚、そうです、これね、いちいちね呼び出してるから、はい、大変なんですけどね、はい、でこれで、はい、9枚終わったんで、はい、2×3 の大きさで10個まで。おっと。と、頑張れ頑張れ。あれ、なんか消えちゃいましたよ。あれ、消えました？うん。今ね、あ、出ました、出ました。はい、はい、よかったよかった。びっくりしましたね。びっくりしましたね。SPP ですからね。はい。はい、で、これで出すと。で、こっからですね。SPP ですからね。魔法の言葉。自動、まあ、そっから、まあ、これで。プリントしますよっていう、はい、であとここから、機能説明だと自動回転とかオートクロップとかいろいろあるんですけど、はい、うんうんうん、自動回転は、うん、写真と、サムネイルですね、うんうん、見てですね、はい、今これ右のなんかこうひまわりみたいなこの写真が縦アングルですよね、はい、でもその枠がこの、ね、横2対3の横の枠になってますもんね、うん、ここに自動回転ポッと押すと画像サイズに合わせて自動的に、ね、回転してくれます。 SPP だからさあぐるぐる回ってますよ。ここ途中結果を見せないっていうのも横になりましたね。なりました ね、 ね、はい、自動回転。コメント来てますね、ゴッサムさん、ひぎ、うん、印刷したことないなと、トリミングできないからなというふうに、ね、まあ、コメントが入ってますね。そうですね、はい、まあまあまあ、トリミングしたいときは別なソフトでやっていただければ思います、はい、まあ、この機能だけでもいいのかなっていう感じですね、
で、オートクロップだと、クロップしちゃいます。はい。これはですね、印刷サイズに合わせて画像を自動的にトリミングします。ちょっと切ってください。これちょっとやると押しちゃいます。押しちゃいました。はい。何でも冒険です。SPP だからっていう魔法の言葉があれば大丈夫です。ぐるんぐるん回ってますけど。大丈夫ですよ。そうですね。はい。あんまりわかんないんで、これちょっと別に、はい、やりましょうかね。オートクロップがあると、これね、はい、あれオートクロップ押しちゃいましたよ、もう、うん、サムネイルの中で、はい、実はね、少しトリミングができるんです。画面の中よりも、はい、画面よりも、ちっちゃく、ちっちゃく印刷するので、うん、これでできるかな、どれか。まあまあ、意図的なトリミングというか、例えばなんですけど、3対2で撮影したやつをこのプリントサイズ1対1で選べば1対1にトリミングする、うん、そういうことですよね。そうです、そのさっき回転させた、まあ何でもいいんですけど、うんうん、その絵のところにマウスを持ってっていただくと、うんうん、手のひらに変わらないのか、はい、変えられないかな、これね、大きいプリントするときに、はい、少しはみ出るので、ちょっとずらして調整するっていうのができる、ね。なるほど。はい。で、この後、コマ決まりました。はい。で、その真ん中の、画像の印刷枚数ですね。まあ、通常は1枚ですけど、うん、そこをクリックして、同じ画像を何枚印刷するかを決めていただきます。で、これね、次ですよ、皆さん。本当それこそね、写真展とか控えてる方とかはね、これ結構便利だと思いますよ、次からの情報は。こっちが肝で、情報印刷っていうのをポチッと押していただくと、はい、今、ぐるんぐるん回ってます。ぐるんぐるん回ってます。ちょっとこう、なかなか本番前にいじくりまくってたから、PC がね、一生懸命、はい、あ、ちょっと今ここで、ぐるぐる回ってる間にコメントをご紹介しましょう。はい、グラフィサー、アキラさん、こんばんは、こんばんは、どうもです、いつもご覧いただいてありがとうございます。トラジローさん、出遅れました、こんばんはです。いやいや、そんな出遅れたなんて、そんな、アーカイブしますからゆっくり見てくださいね。ぜひ見てくださいね、はい、いつもありがとうございます、はい、トラジローさん、はい、ありがとうございます、まあ、はい、印刷、情報印刷チェック入れていただいて、はい、情報印刷をクリックしますね、はい、はい、で読み込んでます、読み込んでます、はい、これ押してからコメント読めよって話ですよねSPP だから、SPP だから大丈夫、はい、はいはい、で、これで情報印刷ができます、うんうん。で、この時に何を印刷するかを設定をポチッと押していきます、はい。おっと、ちょっと待ってください。また待ってます。ね、今度ね、真っ白くなりました。おっと、怖い怖い、おっと、おあら、落ち、少々お待ちください。落ちちゃったかな。はい、ここで皆さん、魔法の言葉、SPP だから。出ました、出ました。復活しました。はい、大丈夫です。復活しました、はい、でそこで設定をして、はい、設定をします、はい、はい、出ますね、はいはい、ここで、情報、プリントしたい情報、まず基本情報を押していただくと、はい、クリック、ファイル名と撮影日とカメラ名、はい、まあ、これ基本ですね、うんうん、でその後よく聞かれるのは、この写真って、はい、キャタスピードいくつですか、うん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 、そういう情報も、まあ、プリントしとこうっていうと、はい、撮影情報を押すと、はい、それも印刷されます。なるほど、はい、印字鉢はオートで、SPP に考えてもらう。じゃあ、これで OK を。OK、はい。はい。押していただくと、またね、これまたね、いちいちこう読んで。あ、ちゃんとね、トラジローさんがこう押してくれてますよ。SPP だからって。いいですね、ありがたいです、ね。点々点って入ってますから。ちょっと呆れモードみたいな。これね、どう読み込んじゃってます。パッとここでね。はい、今ね、ぐるぐる回ってますよ、一生懸命処理してます。ね。はい。これ要するに写真展の会場で、はい、ずらっとこう並んでる15枚とか20枚とか30枚とか写真がこう飾られてるじゃないですか。でそれを見て回る、見に来られた方にその入り口のところにこの資料を置いといて、この写真はこのデータで撮ってますっていう風なのをもう勝手にこう見てもらいながら、はい、そうですね、ね、あれできるんですよ。それのための資料作りがこれでできちゃうと、はい、でこれもう今、うん、ファイル名とか撮影情報がその写真の下に、はい、右下に入ってますね。そうですね、はい、基本右下になる、うん、でもう一つまたぐるぐる回しますけど、はい、それじゃないですね、ヘッダー、はい、ヘッダー、フッダー印刷、はい、来た、これもまたね、ぐるぐる、さあ、はい、処理してますよ、一生懸命処理してます、その間に、コメント、 SPP 会は毎回ハラハラドキドキと、オックスボートさんから
本当ですね。ありがとうございます。今日はこれからね、暑い日がね、暑い日になりますから、ちょっとヒヤヒヤしたい時にはちょうどいいですね。そうですね、はい、これで終わったのかな。はい、はい、出ましたね。はい、はい、そしたら設定を、設定をします。はい、でここで、この、まあ、例えば4枚ぐらいプリントしたとか10枚プリントした、でその表紙に、まあそれが、何のやつものなのか、はい、例えば写真展用なのか、うんうん、そういうのが分かるように、ヘッダーフッターで、どこかプリントしておきましょうっていうので、はい、まず、まあ、あの適当にファイル名というか、まあ、写真展2021とかにしますね。おいでやす、はい、こういうタイトルで例えばやったとします。はい、で、印字場所を、はいはい。ちょっと待ってくださいね。こう、はい、ビジュアル的にフォント大きくしましょうか。フォント大きく。はい。今ね、多分普通の10とかの設定なんで、うんうんうん、これで、あの、PC に入っているフォントの中から選べます。はい、これじゃあちょっと、めったに使わない。はい、ポップ体で、はい、で車体にしてでちょっとガツンと20とか26とかね、はい、ドドンと、はい、はい、それで OK、 OK、 またでこれ場所、これ右下が撮影情報入っちゃってるじゃないですか。はい、そこ変えていただいて、はい、じゃあちょっと左上にしましょうかね。はい、左上、はい、OK、はい、はい、さあ読み込みますよ。さあその間にコメント読んでみましょう。グラフィサーアキラさん、SPP は昔からするとだいぶ良くなったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう血のにじむような開発人の努力ですね。はい、持ってきました。あ、でかいでかいでかすぎましたねはい、この左上に、ヘッダーとしてですね、うん、今回のその写真展の例えばタイトルみたいなのが入れられますよ。はい、なるほど。はい、そういう感じで選べますので、はい、まあ、こうやってあとは印刷って押すと、押しちゃダメですけど、はい、印刷って押すと今の情報が100枚あればここ10枚ですね。なるほど、はい、印刷されるという感じです、はい、で、SPP の印刷機能は、はい、実は、本当にプリンターに情報を流しているだけなので、うんうん、何も加工はしてないんです。なるほど。でそれで色味がかなり変わるとなると、うんうん、おそらく、プリンターの方で何かをされているので、うんうん、そこの、うんうん、してる仕事をカットすれば、見た目に近いもの。なるほど。で、はい、これで印刷がおかしいってなった場合はその先を、はい、いろいろ調整していただくと、うんうん、綺麗なものになるかな。なるほど。あ、コメント来てますね。シグマフォントを使いたくなりますね。はい、そうですね、はい、ギャグみたいなフォント選択ってなかなかポップ体ってみんな、ね、使う機会ないですよね。使わないですよね。はい、なんかこういう時だからこそやってください。ゴッサムさん、手元の M1Mac でおさらいしていますが SPP だから落ちましたSPP だからっていう ね、 うね、この合言葉が、はい、まあ、負荷がかかるとメモリ容量がいろいろ決まっているので、はいはい、いろんなものを立ち上げると、うんうん、落ちやすくなったり、うんうん、1フォルダーに500枚とか入れちゃうと、うんうん、いっぱいメモリ使っちゃうので、うんうん、落ちやすいっていうのはありますね。なるほど。これもちょっと気をつけないと、はい、印刷も負荷がかかるので、はい、落ちやすくなります。何ちゅう締めだとこれまあいろいろこれ、1枚のプリントも一番下選ぶとね、選べますので、はい、まあそういった使い方、1枚のちゃんとしたプリントを出すとか、うんうん、こういった情報付きでサムネイルでプリントアウトする、これちょっと、うん、仕事柄、ね、いろんな、絵があってどれを選ぶかときに、レンズ名称を間違えちゃいけないので、うんうん、本当にそれで撮ったかっていうチェックをするんですね。なるほど。1枚ずつ調べるよりはプリントした方が、うんうん、みんなでも見られるので、うんうん、そういったので入れた機能ではあります。なるほど。ぜひ活用いただければと思います。はい、はい、お、コメントが来てますね。はい、トラジロさん、夜景の写真で情報を入れて PDF プリントしてみたら文字が黒なので情報が見えなくなりましたあ、画像の外側にすればよかったのですねっていうコメントが来てますね。そうですね。で、たくまさん、はい、
SPP を早くするためにはマシンスペックを全体的に上げるべきだとは思うのですが、はい、GPU とか CPU とかメモリとかどこを優先して高スペックにすべきでしょうか。おお、すごいですね。ちょっとなんかあれこれからやる内容なんかリークされたかなみたいな、情報漏れてるかもしれない、漏れちゃったかなみたいな。高間さん鋭くいい質問ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、そのまますぐは進まず、あ、ちょっと補足しておきます。はいはいはい、さっきのね、印刷してなくて、もう一個前の JPEG データの抽出なんですけども、抽出、はい、これって、あ、ちょっと待って、聞いちゃってる。はい、JPEG データの抽出。JPEG ですからね、これね。あ、そこそこ。これを戻しましょうね。あ、この、これでいいですよ。大丈夫、はい。なんと JPEG の中のデータは、はい、これよ、疑問に思われた方もいるかもしれない。うんうん、レビューウィンドウでどんどんモノクロにしたりとか、はい、いろんなことを変えちゃったっていう人がいて、うんうん、それで JPEG 抽出するとどうなるんだっていう疑問がふっと湧いてくる方もいるかもしれないけど、うんうんうん、これもあくまでも撮影時の JPEG になりますので、うんはい、何をやってもそれが出てきます。だからカラーで撮ってモノクロ化して、うんうん、それはそれで SPP から出しても、はい、JPEG データ抽出はカラーのカメラの情報です、うん、でちなみにそれを証明するために、うん抽出した、JPEG の、撮影情報を見ると、はい、まんま、JPEG ファインを選んだ時と同じ、うんうん情報になるので、それがね、ちょっとあれですね、ちょっと出してみましょう、まあ、ホトトギス、はい、よ出てますかね今インフォメーションって、そっかこれね、はい、2020年5月11日に撮った画像で、はい、これもう全然、その時の情報なので、うんうんうんカメラの JPEG ファインと一緒だっていうのはこれで証明されると思います、はいはい、すいませんそこを話すのを忘れて、はいそのまんま撮影情報手に入るまでぜひ JPEG のみとか RAW だけで撮っていただければメモリの、うんうん、あメモリとか SD カードとかね、うん、メディアの節約になります、うん、でぜひ試してください、はい、であ、今の、はい、今のことに対してちょっと質問が来てるんですけど、画像の書き出しと抽出では同じ画質になるんですかというふうに来てますね。画像の書き出しは、現像しちゃうんですよね。はいはい、画像の書き出しってみんな要するに例えばなんですけど、うんモノクロにしてローデータを開いてモノクロにして自分好みの現像を JPEG 化しました、はい、とじゃあモノクロじゃなくて あの時撮影したやつでちょっと JPEG 抽出してみようかなと思ってパッと出した抽出して出てきた JPEG、はい、これはそのデータとしてはあんま変わらないってことですか、ね、データあモノクロにしちゃうと変わるのか。あじゃあ同じ現像をしたとしたら、はいはい変わります。カメラの、生成した JPEG と、うんうん、SPP で、生成した JPEG っていうのは、うんどう見てもあそこ、PC の方が、うんスペックが上なんですよね、はいはいはい、CPU がね。そのフルパワーでノイズ処理とか、うんうん、いろんなものをさらに高度にやるので出てきた絵は変わります。あじゃああくまでもカメラで JPEG と RAW とダブルで撮影をして、そうですその時に出ている JPEG とこの JPEG 抽出は一緒だけど、はい、より綺麗にした状態で JPEG 化したいという場合だったら一枚一枚ちゃんと現像した方が良かですよって話ですね。そうですね。なるほど。まあ、もちろん好みもあるのでカメラの吐き出した JPEG が好きな方も、うんうんそっちを使ってもらえばいいですし、はいはいはい、もし、SPP でいろいろいじったけど、はいまあ、やっぱり元の方が良かったなっていう場合はこれとか、あと逆にそのローデータをカメラに入れて、はいうんうんカメラで現像しちゃえば、しちゃうとそうすると多分好みの発色になるかなっていう。これがね、やっぱカメラと、コンピューターではやれることの量が違うので、うんうんなるほど SPP なら、まあ、みんな嫌ですけど、30秒なら待てる。1分なら待てるとか、撮影現場で30秒1分待てないので、待てないですね。はいまあ、そういうところで、はい違いを楽しんでもらうっていうのも一つの手ですね。うんうんうんはい、僕もよく現像の結果のやつと、はいカメラ内の JPEG を比べて、うんうん、結果的にはこっちの方がいいかなっていう、うんうん
まあ、ノイズ面は SPP の方がいいと思います。まあ、あとあれですよね、例えばその自分の個展作品用のやつと、あと SNS に簡易的にアップするやつとかだったらね、はい、本当データも多少は軽い方がいいと思いますし、そうですね、うんうん、そういう、こう使い分けというか、あれで変えていただければという感じですね。はい、なるほど、はい、で、はい、この後、まあ、ご質問のあったところに行きたいんですけど、はい、もう一個ネタがありまして、もう一個ネタがある、はい、もう一個、スライドショー、時間大丈夫ですか、時間大丈夫ですか、時間やばいですね、これね、今日1時間コースですね。1時間コースです。すいません。はい、大丈夫です。スライドショーっていうのがあります。はい、スライドショー。これもファイル F の中。ファイル F の中の。これはね、スライドショー。中田さん、ね。はい。これね、スライドショーって、このファフォルダーの中にある、うんうんうん、画像を次々。はい、まあまあ一般的なよくあるスライドショーですね。はい、で、これ、ね、そもそも僕前ちらっとスライドショーの存在を教えてもらった時に、別に SPP でやんなくてもいいんじゃないっていうふうに正直思ったことは思いました。ああ、なるほどね、はい、うん、まあ。ここでその謎が解き明かされるわけですね。はい、まあスライドショー、一般的なスライドショーはこれ、表示方法何種類もあるんですけど、はい、うんうん、これ今 Mac でご覧になられた方もいるんですけど、うん、この画面と違うものが見えてます。なるほど、Windows は5つ、Zoom とか、フェードとか、ロール、まあ、ページめくり、ダイヤモンド。そうですね、はい、次の画面で選ぶんですけど、多分ね、Mac とか Dissolve とか、うんうん、Flash かな、なんかそんなのが、いろいろあるんですね。Mac の方が多いです。お、はい、で、あと表示時間を決めていただいて、はい、どうしようかな、5秒ぐらいにしときますか。5秒。はい、5秒長いんじゃないですか。長いですかね。3秒にしましょうか。まあ、3秒で、はい。はい、3秒で。はい。で、これで再生と押すと、はい。はい、これであとちょっと待ってくださいね、はい。ちょっと待ってください。あ、そっか。画面共有をし直しますね。すいませんね、これ。スライドショーになってる映像を。あれ、今、スライドショーの映像って出てないですよね。まだ出てないですね。まだ出てないですね。ちょっと待ってください。はい、すいません。これ、実際の SPP はもう出てるんですけど。どれだろう。これ？これで出てますかね？あ、出ました、出ました。出ました？はい。はい。はい、どん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 と出てますね。うんうん、で、これで、まあ、一般的にはこのスライドショーをやるんですけど、うんうんうん、皆さんに活用していただきたいのは、はい、このスライドショーを、まあ、撮影終わって、うん、よく撮れたかなっていうのを、まあ、今の SPP だと、うん、サムネイル画像大きく、まあ、メインウィンドウでも、この間お話したより大きいのあるんですけど、はい、それもめんどくさいよっていうときは、まずとりあえずフォルダの中はスライドショーします。うん、はい、で、これにしたときに、うん、あ、ピントこれいいじゃんとか、あとでこれ、うんうんうん、現像しようっていうときに、実はですね、このときにスペースキーをポチッと押していただくと、はい、おマークがつくんです、ね。上に旗マークがつきましたね。旗マークです、はい。これがポチッと押すとマークがつくと。なるほど、もう一回押すと消えるんですね。消えるんです。はい、でこれで、うん、当たりをつけるっていう手があります。これ例えば1秒間にしたらもっと素早くパッ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 と切り替えて当たりをつける、ねね、一覧を見るのにちょうどいいってことですよね。ちょうどいいですね。で、普通だったら一般的にそのサムネイルの画面を見ながらとか、うん、初めにそのフォルダーの方から写真をそのお持ちの PC のやつで選んでから他のやつ選んで、ええ、フォルダーに移してから SPP に入れてとかってやらなくても、ええ、初めからこの SPP 上でこのスライドショーで見ながらサクサク当たりをつけていけるという。そうですね。なるほど。はい。これ結構ね、うんうんうん、使うと意外と、まあ単純にあのスライドショーだけだったんですけど、うんうん、開発途中にこれ選びたい時にまたエスケープを押して戻るとか、うん、鉛筆で書くとかっていうのは大変だったので、うんうん、あのスペースバーでスペースキーを押してマークつけてっていうので。当時マークだけだったので、はい、マークを、印としてつける。あとでソフトかけて、それだけ選んで、まとめて現像っていうのはできますね。なるほど。はい。さて、まあ、この辺が、はい、こういった、特徴、まあ、皆さんが、ちょっと待ってくださいね。画面共有を、こっち。はい。あ、戻ってきました。大丈夫ですね。はい。はい。はい、これもう一回やらないといけないですけど、ここでさっきの、グラフィックボードを使いたいとか、はい、そうですね、たくまさんからのご質問、はい、話の流れにうまく乗せられていい質問をしてしまった。はい、ありがとうございます。お待たせしました。お待たせいたしました。はい。はい、で、これで
いろいろ、まあ、あの自分好みにカスタマイズ、今多分、ダウンロードして、インストールしたまま使ってる方多いと思うんですけど、うんうん、はいはいはい、これこっちの方が使いやすいとか今まで使いにくいなと思ってたところで、はい、自分の好みに設定できるかもしれない機能があります。この中で、またファイルの中なんですけど、はい、ファイルの中の、はい、ポンって開いていくと開くかな、環境設定っていう、はい、環境設定ですね、ポンと押していただくと、これまたね、はい、いっぱい出てきましたね、いっぱい出てきますね、これがね、はい、いろいろカスタマイズできます。ほうほうほう。で、まあ上からつらつらと行ってみましょうか、うんうん、まあまずどうしましょう。こう、まあ左側にあるやつがスプラッシュスクリーンを表示するとか、すべての計画を、うん、警告を表示、まあすべての警告を表示するは大体そうです、ね、逆から行きましょうか。うん。なんか先に一番上から行きましょう。今日、はい、あの右の一番上の、まあ、はい、もうご質問あったので、そうですね。高速化モードから。はい。パソコンは、はい、まあ今皆さん持ってらっしゃるパソコンが、例えば16ギガ。はい、32ギガのメモリを積んでいる方だと、はい、実はこのメモリを追加し、高速動作させるっていうのをポチッと押していただくと、はい、この設定を有効にすると環境によっては動作が不安定になります、設定を変更しますかって、ちょっと脅しの、まあ、とりあえずこれは、まあ、家でも変わらないので、はい、まあ、とりあえず家で消しちゃいます。家で、はい、で、あ、消えちゃうのか、これをポチッとやるとですね、はい、SPP とか、ソフトは、うん、実はあのメモリが割り当てられてるんですね。うんうんうん、で、あの4ギガ、さっきの不安定になるっていうのは4ギガとか8ギガの人がそれを持ってっちゃうと、うん、SPP が6ギガ持ってっちゃうとすると、はい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 、2ギガで OS が維持できないので落ちちゃう、うんうんうん、なるほど、そういうのがあるんですね。うんうん、で、まあ、16ギガぐらい使ってるね、積んでる PC だったら、はい、はい、でこれをまずやります。そうすると SPP が使えるメモリが増えるので相対的にいろんな表示とかが早く、なるほど、はいはいはい、ここがまず一つ、まずやってみようっていうのはまずここですね、はい、で次に、はい、GPU でお待たせ、高速化、高速、はい、これを入れると、うんうん、まあこれ GPU ですね、早い、はい、まあ、GForce 入ってますね、はい、で、VRAM がどのぐらい入ってるかで、これがね、VRAM があまり少ないと逆効果になって、うんうん、これが、まあ、6とか8とか、うんうん、そういうのがあると、まあ、これを選んでいただくと、まあ、これ、CPU、うんうん、が何個か入ってると、どれを選ぶかっていうのは選べます、ね。なるほど。はい。で、早い GPU を選んでいただいて、うんうん、OK って押すと、はい、実はこの後から、今度処理がしきって、あ、一番真ん中の一番、OK、あ、これだけでいいですよ。これでいいですね。これ最後いろいろ設定終わったら、うん、OK、あ、これですね、OK ボタンですね、はい、押すとその設定が SPP に記憶されるので、なるほど、今後はそこからなります。だから一度、GPU 積んでらっしゃる方とか、はい、メモリー32ギガ積んでるよって方で、うんうん、もしこの画面出して設定してこの見たら、うん、あの、はい、チェックが入ってなければ一度押していただければと思います。そしたらこうね、多少こう体感できるぐらいにサクサク感が得られるかもしれないですね。そうですね。かもしれないですね。はい。ぜひこれ試していただければと思います。はい、これね、今 JPEG の画像でやってるので、真ん中のところがグレーアウトしてるんですね。うん、今の高速化モード。うん、なんかここですね。はい。はいはいはい、で、ここが、X3F とか、うん、あると、はい、まあ、いろいろこ、今2回目の講座とか、レビューウィンドウ開いたときに、はい、いちいち現像して、こういう放送でもね、あの、待つなりしなきゃいけないっていう時間があるんですけど、はいはい、今、高速なパソコンだから、事前現像ってメインウィンドウを開いてるときに、はい、X3F とか X3i とかを事前に裏でどん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 現像してきます。で、それをハードディスクに端を選べる、100ギガまでかな、選べるはずなんで、そこに割り当てると、もう現像しているので、レビューウィンドウを開くと、パッともう現像結果が出るっていう。なるほど。そういうことができますので、まあ、ただ欠点として動作が、全体の動作が遅くなっちゃうので、複数のソフト立ち上げてる方は、ようなもんですよね。うん、やめた方がいいかなと思います。はいはいはい。なるほど。はい。そうするとそのまま下行っちゃいますかね。おっと、再起動しちゃう。まずいですね。はいはい。
はい。終わっちゃったかな。はい。そうすると、また、環境設定を出していく。はい。というわけで、たくまさん、先ほどのやつで上の方の高速化メモリーをちょっと割り当てることと GPU のあれを選ぶということで、うん、多少はちょっと体感もできるぐらいスピードが変わるかもしれません。そうですね。はい。はい、まあ、いろんな実験をしていただいて、押していただければと思います。はい、CPU が速いと、はい、逆に GPU を変えても、うんうんうん、まあ、1秒変わると、1枚につき1秒変わるとか、まあ、それでも100枚あれば100秒変わるので、そういった意味では早いかなと思います。なんか高間さんからコメントが来てますね。はい、本当だと。まあ、ちょっとこれは我々メーカーが言うのもちょっと忍びない感じなんですけど、まあ、今手元に使っている GPU のやつを無効化した方が早くなったみたいな。あ、そうですね、はい、そういう場合もあります。なるほど。はい、CPU の方が上回る、うんうん、GPU とか、今 CPU についてる、GPU っていうのも結構早いんですけど。はい、トラジロさん、貧弱 GPU なので無効にしました。すいません。いえいえ、ちょっとでもちょっとね、早くなれれば。そうですね、はい、ここはまあ、今後の楽しみだったりとか、はい、まあ、もちろん GPU にすることで不安定になったりするので、うんうん、そういった場合は CPU に変えていただければと思います。なるほど。はい、あ、そうですね、こういうことが実はあったという感じで、うんうん、まあ、これもろ刃なので、はい、デフォルトではチェックが入ってないので、うんうん、皆さん一回実験していただいて、どうも不安定だなと思えば、はい、元に戻していただいた方が、うんうん、まあ、最適に使える。なるほど。まあ、こういうのがあるというのを覚えておいていただければと思います。はい、まあ、ちょっとでも高速化したい場合にはぜひご参考にしていただければと。はい、環境設定もう一回出してもらうことはできますか。はい、いきますよ。はい、ファイルを押して環境設定ですね。はい、はい、でこれでいろいろありますけども、はい、あ、これちょっと ね、一番初めの左上のスプラッシュスクリーン、はい、はい、これスプラッシュスクリーンは基本チェック入ってます。はい、でこれ外すと何が起こるかっていうと、はいはい、ショートカット SPP のショートカットを押すと、ダブルクリックすると SPP6.8 っていうのがあるんですけど、はい、そんなの見たくねえやって言った場合はこれ外していただくと何事もなく、いきなりメインウィンドウが立ち上がると。はい、そういうのがありますね。はい、で警告表示は今入れてないので、うんうん、まあ、何かあったら警告してほしいときは押していただく。はいはい、できればスプラッシュスクリーンは入れといてほしいかな。ね、ちょっとメーカーのね、はい、ロゴも入ってますね。まあ、やっぱりそれが立ち上がってさ、現像するぞって気になるので入れといてほしい。で、XI ファイルの設定っていうのが、まあ、これちょっと今日ね、この時間になっちゃったので、はい、次回にしたいなと思うんですけど、はい、XI っていう、ホビーオンユーザーでクワトロを使ってる方は、はい、1枚のファイルに XIF が7枚入ってます。うん、標準で取って、プラスマイナス1ステップで、プラスマイナス3で取ったものが1枚に確認できるんですけど、うんうん、通常の状態では、プリッって押すと、レビューウィンドウが開いて現像を始めるんですけども、うんうん、これが次回のちょっ と、講座の中でご紹介するところなので、うんうん、まあ、ちょっと、XR ファイルのエディットウィンドウっていうのがあるよっていうのをなんとなく覚えておいていただければと思います。はいはい、じゃあこれは SPP 活用講座第4弾への宿題ということで。そうですね。はい。はい、あ、コメント来てますよ。たくまさんがメモリーはオンにしたら早くなりました。すごい嬉しい。ありがとうございます。よかったです。ああ、よかったです。よかった。今日の放送した甲斐がありましたね。ありましたね。なんか、よかった。エディティング抽出とこれで。はい、ね、喜んでいただいて。しかもたくまさん、なんかスライドショー中にフラグなんてできたのか便利だって何でしょう、もうシグマの味方ですね。ありがとうございますありがとうございます。この放送の味方です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、かよこさん、本当に早くって感動しておりますって。あ、よかった。よかった。かよこ柴田フォトグラフィーさんですね。この前ね、そうそうそう、学芸大学のブック&サンズっていうギャラリーショップ、写真集とかアートブックギャラリー併設してるところがあるんですけど、そこに写真展見に行った時に、ね、偶然ね出会ったんですよ。うん、はい、なんかあれ FP 持ってんなと思ってこう職業病でついついこう見ちゃうんですよねあれ FP 持ってるぞみたいな。
あら、なんか背高いな、もしかしてと思ったら、あの声かけていただいて、はい、あ、やっぱ柴田さん、ありがたいですね。ありがたいですね、本当に。ありがとうございます。はい。ね、早くなんかこう、あれ、あれ一回これ画面戻しましょうか、じゃあ。そうですね、消えちゃいます。今日 SPP これ終わりですもんね。あ、そうですね、これが最後のネタなので、はい、関係性とはちょっと軽く説明して、はい。で、まあ、その後キャプチャープロとか、はい、カメラコントロールを作った場合に、ハードディスクに画像を転送できるんですけど、転送するとね、SPP が立ち上がっちゃうんですよね。でそれを立ち上がらせないと。レビューウィンドウを1枚ずつ立ち上がってたら終わらないので、立ち上がらせないっていう。まあ、もともとは画面で、大画面で 見たいっていう設定だったんですけど、邪魔な人はいるので、ただハードディスク転送して、メインウィンドウだけ反応するっていうことをやる設定ですね。で、あと文字アイコンの表示サイズは、アイコンがでかくしたい、この下ですね。はい、でっかくして 4K モニターにすると SPP 小さくなってアイコンがちっちゃいっていう方は、大にしてもらうと使いやすくなります。で、次が、レビューウィンドウの背景、これね、はい、デフォルトがこんなグレーみたいな。はい、これをいじっていただくと、レビューウィンドウの縁が白くしたり黒くしたり、自分好みにカスタマイズできるので、まあ、ここは皆さんの好みで徹底していただければいいかなと思います。たまにね、レビューウィンドウが全画面表示になってないときに、レビューウィンドウを×で消したつもりがメインウィンドウ消しちゃうパターンがたまによくあるんですよね。そうですね。そう、だからこれ色付け、色分けしとくと識別はしやすくなりますよね。そうですね。はい。で、レンズデータの自動更新を有効にする。これ自動更新すると立ち上げるたびに、レンズデータを見に行って、はい、実は新製品のレンズが出ると、倍率良質さ補正のデータが SPP にもないとできないので、新製品でいると実は、SPP が呼びに行くサーバーにデータとして上がってるんですね。ほうほうほう。で、レンズデータ自動更新有効にすると SPP 立ち上げるときに呼びに行ってくれて、常に最新の情報になってます。なるほど。これチェック入ってなかったっす、これね、入ってなくても、実はですね、SPP って結構アップデートするじゃないですか。はいはい。で、その時に、その時の最新の情報までドーンと入れてるので、意外と。あ、じゃあ結構まあ、更新するたんびに。そう、皆さん今驚いてるかもしれないけど、はい、6.8.0 ってやってれば、今発売してるレンズデータ全部入ってるので、はい。なるほど。そこをご安心いただければと思います。はい。うん、はい、で、著作権情報ですね。はい。これ、撮影時に著作権情報を入れたか、ローデータに入れた方に、JPEG 抽出するときに、著作権情報をEXIFに残すか残さないかっていうのも選べます。自分の、ね、撮影データだよっていうので入れていただく方はチェックを入れて、はい。で、真ん中になりますね。はい、ローファイルの作業記録が。まあ、これはデフォルトはEXIFに埋め込まれている色空間で、レビューウィンドウを表示しますので、はい、まあ、基本的には触らないと思うんですけど、私は、Adobe RGB の色空間を常に見ているので、カメラの設定が RGB でも自動的に変換してくれて、Adobe で見れることができるので、まあ、ここは、皆さんの、環境に応じて選んでいただければ、まあ、カメラでいつも設定されている方は、この状態で大丈夫だと思います。なるほど。で、これがあれかな、デフォルトの保存先っていうのが、はい、ここは結構、どっちが好みかってあるんですけど、おそらく今の SPP は、XIF とかが入っ、DNG とか入ってるファイルの中に JPEG を保存する設定になってるんですよね。で、これが、SPP の最初は実は元画像、あ、ごめんなさい。これ変わってるな。元画像と同じフォルダーっていうのが。元はこれなんですよね。で、はい、僕は個人的にこっちに変えたんです。こっちに変えたんですね。はい。はい。で、元画像のフォルダーっていうのになってるんですけど、うんうん、でこれだと、ロープラス JPEG っていう撮った時に、上書きしちゃうんですよね。上書きしちゃう。はい。警告が出て、まあ、どっか持ってかなきゃいけない。大変なので、うんうん、実は、ローデータを保存したフォルダーって先に作っとけば、うんうん、そこに、行かせようとして最後に
保存したフォルダ SPP 使ってどこかにフォルダ作ってそこにやっても SPP 閉じました、うん、だって次開いた時に次のローデータもそこに行くようになるのができます、うん、うわけどこれさっきの JPEG 抽出データと合わせるとすげえ便利な機能になりますね。便利です、はい、これがね、実は最後に保存したフォルダっていうのが初代 SPP の、デフォルトだったんです、はいはい、でこれが、他のメーカーさんの、ソフトとは、うんうん、考え方が違ってて使いにくいってあったので、うんうん、途中から、元画像と同じフォルダに保存するように変更したんです、うん、SPP を。そうするとこの今までのユーザーさんが使いにくいってことになって、うんはいはいはい、じゃあ選ぼうって実はこの環境設定の中に選べるようになってます。なるほど。で今の設定が使いにくい。いつも、とりあえず保存して後でコピーしたとか、うんうん、JPEG をあらかじめどっかに寄せてたっていう方も、うんうん、こっちを試していただいて、使いやすい方を選んでいただければいいかなと思います、うんうんうん、なるほど、はいはい、ここは好みがあるので、まあうんうん、ぜひここはいじっていただきたいところですね、うんうんはい、で次も調整設定の適用っていうのがあるんですけど、これは EXIF と DNG です、はい、で多分ね、いつもレビューウィンドウを開いたときに、うんおそらく常に EXIF かなんかで開いてるのかな、初期の状態で開くって設定になってる人は、はい、カスタムで設定したのに、うんうん、そのデータを読んでくれなくて、うんうん、1回 EXIF で現像して、はい、DNG とか現像して自分でカスタム直してるってあるんですけど、うんうん、クリックしたときに何で開くっていうのを選ぶことができる、うんはいはいはい、でいつもオートで開いている方はオートで、うん、XIF だったら XIF、DNG だったら DNG とか、前回のカスタムで選んだやつで、うんもう一回見てみたいっていう人は、前回の設定、はい、調整設定で開くっていうのにしといていただくと、常に。はい僕は個人的にはこれが一番使いやすいか、うん、僕もこれにしてますね。そうですね、前の設定でそのまま活かしてくれるので、うんうんまあ、ぜひでなんか合わなかったら そこで微調整すればいいみたいな、ね、そうですそうです、うんうん、であくまでも SPP が最後の、うんカスタム情報を元に開くっていうことですね、うんうん、はい、はい、で調整設定の適用はですね、はい、これはちょっと次週のあで、そうですね、次回の SPP のところで、次回ですね、XIの説明します、はいはい、で設定のリセットですね。レビューウィンドウで設定のリセットを押したときに、うんうん、撮影時の設定に戻す設定のリセットなのか、もう完全焼け野原にするかみたいな。そうです。完全に撮影情報も全くゼロにしちゃう感じですね。はい、こういうことが、ここで選べますと。はい。はい。ですね。まあ。通常は撮影時の設定ですね。こういうのが選べるので、うん、まあ、ビニングとか、うん、ISO800 とか撮ったときに、うんクワトロですけど、より高画質になるようにしているという感じです、ねうんはい。まあ、この辺をいじっていただくと、自分好みにカスタマイズできるので、うん、まあ、この放送終わったらですね、ぜひ SPP 立ち上げて、はいいろいろ自分好みの SPP に仕上げていればと思います、はい、ということでですね、じゃあもうこの説明だけで1時間ですね。なんか全然当初予定していたよりやらですね。ちょっと共有の停止少々お待ちください、はい、カメラを入れて共有の停止、はい、あきさん、じゃあ僕もいやもうコメント見るとですね、はい、各方面から喜びの声続々です、はい、ありがとうございますよかった、なんか通販番組みたいな、よかったですね。あ、ごめんなさい。あの後はそんな増えてないですけど、ごめんなさい。ありがとうございます。なんだと、確かに早くなったって、うんそんなに早くなるならメモリとグラボを買いに行かねば。喜一佐々木さんが、なんだと、こいつ動くぞみたいな感じの書き方で、なんだと、確かに早くなったって。確かにね、今だとすごく恩恵があるかな。これ、はい、出た頃は、結構ね、まだ、CPU も遅くて、うんうん、まあ、グラボなら少し早いかなっていうのをやったりとか、うんうん、メモリーが若干安くなってきたので、増やしていこうってやったんですけどね。うんうん、今だと逆に、まあ、ちょっとグラボは今、効果になってるんですけども、うん、メモリーは増やしやすいので、うんうん、いろいろ設定していただければ恩恵が出るかなと思いますので。そんなに早くなるならメモリーとグラボ買いに行かねばっていうところがありますね。たくまさんがあなた色の SPP って、そうですね、染めていただければ染めていただければ
ちょっとなんかね、早くね、もういろんな方とね、ね、集まったら面白そうですけどね。SPC 講座ライブ、まあ、ライブでリアル、オーディエンスがいて、みたいな。ね、もっと早くしろみたいな。勘弁してくださいなんかでも、なんとか放送できましたね。本当ですね。ありがとうございました。興味深かったです。M1 ネイティブ化も期待しています。そうですね。今、はい、まだロゼッタ経由ですから、なんとかね、ネイティブになって、早くなるはずですので、はい、グラボを買うかレンズを買うか悩ましいですってか、トラジロさん。これね、難しいですね。まあ、悩んじゃいけないですよ、そんな。レンズにすれば、だってグラボはね、後でね、処理するのにあれですから、レンズはほら、撮りたいと思った時に撮れなくなっちゃいますから、買っとかないと。その2つだったら、レンズでぜひご検討ください。はい。グラボをちょっと待つとね、いろんなあのグラボメーカーさんから、そう、ちょっと安くなったりしますからね。今、ちょっと仕事してるので、はい、なかなかグラボ買ってくださいって言いづらいです。まあ、それももう、個々の判断で、はい、レンズを買っていただければ、我々としては幸いでございます。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとこういった、皆さんが知らないかもしれないっていう設定と、うんうん、知ってるけど、使わなかったっていう機能をですね、お伝えしましたので、ぜひ週末ね、SPP で楽しんでいただければと思います。はい、いや、本当、桑山さん、本当にいっぱい知ってますね。さすが開発に寄与してるだけありますね。ありがとうございます。まあ、SPP だけちょっと思い入れが人より深いので。はい、僕、メーカーの人間なのに、ね、あのリハーサルで知ることが結構あってえそんな機能があったんですかみたいな、まあ、精進します。まあ、ぜひいろいろね、はい、SPP いろいろまだまだ使いこなしがいがあるものなので、はい、よしレンズを買うかって、いや ありがとうございます。笑いながら言ってますね。ありがたいですね。ちょっと黙っちゃいましたね。固まったかな。SPO さんがね、はい、あの、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、iPad 版も欲しいですとわがまま言ってみると。はい、まあ、開発には伝えておきます、はい、簡易版でもいいので、iOS で使えるといいですよねって。ああ、そうですね。あら、アウトレットで魚眼レンズを買いました。猫いさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっとね、正直、魚眼、僕も狙って面白いですよ。はい、魚眼はね、アダプターかましてちょっと FP でつけて遊びたいなと思ったんですけど、ね、はい、あ、池田拓也さんから iPad 版、iPad 版というのみですね。iPad 版が欲しいとかそういうのですね。iPad 版のみ。のみ、あの、コメントが来てますね。欲しいですねって追加されました。はい。はい、じゃあ今日は、1時間7分ちょっと1時間オーバーしちゃいましたけども、すいません、はい、長々長々とね、あの皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。はい、小山さんも毎週毎週参加していただいて本当ご苦労様です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日は SPP 活用講座第3弾ということで、なかなか衝撃的ないいニュースが、たくさんあったと思いますので、皆さんぜひ活用していただければと思います。はい、はい、というわけで今週も無事花金トークライブ終了いたしました。また来週もお届け、あ、来週そう告知しなきゃ告知しなきゃ、そうなんですよ、来週ビッグイベント、ミュージシャンの高野博さん、にお越しいただいてっていうか、吉祥、場所あれか、社長と高野さんのスペシャル対談&ミュージックライブがございます。ぜひですね来週の放送もチェックしてみてください。はい、来週は、ミュージシャンプロジェクトになりますので、ぜひ来週の放送もお楽しみください。はい、というわけで今週も皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週お会いしましょう。さよなら。